1952年、白井義雄が世界王座を獲得した際のカーン・アルビンドバー・カームは、アメリカ合衆国の生物学者、日本人最初のボクシング世界チャンピオンとなる、白井義雄の高知県マネージャーである。通称、カーン博士。イリノイ州シカゴで、ユダヤ系の家庭に生まれる。イリノイ大学で、生物学、栄養学教授としてのキャリアを積んだ後、その功績を評価され、 GHQ の天然資源局に配属、日本人の食料支援のために、日本の周辺海域で取れる海洋生物の調査を行い、その栄養資源を分析する研究を行った。調査活動の帰りに偶然立ち寄ったジムで白井と出会い、日本人離れした長い手足、ナチュラルなタイミングで放たれる、パンチなどの優れたボクシング資質を認め、白井の生活面、 経済面のすべての面倒を見ることを条件に、白井との専属契約を結び、ボクシングコーチとして仕事をスタートさせる。当初は年齢的な部分と思い腰痛のため引退寸前の状態であり、アルビンの申し出には否定的であった白井であるが熱心なアルビンの姿勢とボクシングに対する情熱から専属契約を結ぶこととなった。 プロボクシング経験はなかったものの体育講師やクラブ活動を通じてボクシングをはじめいくつかのスポーツをアルビン自身は経験としておりそれらで得た経験と自身の博士としての専門的な知識を活かした科学的トレーニングを指導し白井のボクシング能力の向上に努めた特に当時の日本ではピストン、堀口のように 打たれたら打ち返すという、検討の戦い方が主流であったボクシング界において、徹底したガードと正確なパンチを使って相手を攻撃する、打たせないで打つスタイルを次第に徹底させている。こうした部分に関しては当時は、否定的な意見も多かったが15年間も、日本フライ級の王座に君臨し続けていた、花田洋一郎やピストン、堀口の実定である、堀口博史から勝利を挙げ、 白井が日本フライ級王者から日本バンタム級王座を獲得するに従ってそのスタイルが徐々に理解されるようになった。また国際的な試合に関しても積極的な交渉を行い、1951年5月21日には白井の対戦相手として世界フライ級王者、田戸マリノを日本に呼び寄せることに成功した。その際は接戦の末判定で敗れたものの、 同年十二月四日には王者の地元ハワイホノルルで試合し、この時は三度のダウンを奪った末に七 RTKO が自死、白井が世界王者に並ぶ実力であることを証明した。1五十二年五月十九日には念願のマリノとの世界タイトルマッチが実現することになり、十五ラウンドの接戦を制し三から0の判定で白井義雄は世界王者の座を獲得し、 アルビンの念願を果たすこととなった。この試合は日本のスポーツ界において名勝負として記憶され、また日本のボクシング史においては検討からスポーツとしてのボクシングに進化したと指摘する専門家も少なくない。また入場人数は4万人であり、これは日本人における世界戦工業による動員数の最高記録である。アルビンは白井に対して 当時としては最先端なボクシングトレーニングを行った。まず栄養学的検知から白井に肉類などを摂取させ、筋力トレーニングを行い十分な体力と筋力の増加に努めた。その結果、白井は治病の腰痛を克服し、持久力と耐久力を獲得した。またボクシングの基礎を徹底させ、防御と正確なパンチ技術の向上を指導した。 こうした指導を受け白井は自身のスタイルを確立し引退寸前の状態から世界王者の道を進むこととなる。白井の防御と正確なパンチ能力は当時の写真でほとんど顔面を晴らさずに勝利している様子からもその技術の高さを知ることができる。また結果的に白井自身の安全性を高め当時のボクサーの職業病であったパンチドランカーを避けることができた。 また、堀口博選戦に対しては苦手な相手だからといって消極的になっていた白井に対して堀口と白井の分析を行い、白井の長所と有利な点をデータによる比較によって指摘することで、白井の精神面でのケアを行った。こうしたメンタルトレーニングはその後もスポーツ界の基本的なメソッドとなっている。アルビンは GHQ 廃止後も日本に滞在し、 白井の引退までコーチとしての活動を続けた。スポーツに高い理想を持っていたアルビンは、現役時代から白井にしなかった構成を解き、引退後は、自身のギャランティをすべて白井に提供し、ボクシングビジネスから手を引くことを進言した。アルビンは、ボクシングビジネスは、モンキービジネスだ。白井が関わるべきではないと常に口にしていたという。 公私ともに高い信頼関係を築いていた白井は、アルビンの信言を受け、実業界に転職指名手としてその名を知られるようになった。高い信頼関係から、アルビンは、白井の家族の一員となった。晩年は認知症を患うも、家族の手厚い看護を受け、1971年に死去した。ありがとうございます。